たら終わってちょっと落ち着かせて走ってこようかなと思ってます。ちょっと朝ご本当はね、走ってからね朝ごはんとか食べたいんだけど、ちょっと朝ごはん食べることはね先譲れないので、はい、先に食べました昨日の武蔵を食べました。来てと思います。小市さん、四つ葉のクローバーありがとうございます。してます、冷凍入れてますね。え、新章かわいいよね。花柄、お花。まあ私は絶対そうだよねっていう色してたね。まあ門脇さんそうだよねみたいな。じゃじゃーん、マカロン。これは分かんない。ナッツの味する。うん、くるみのじがします。ルンだったあるね、昨日のね CC ミルク、 CC ミルク派 CC オイル派かみたいな、青野さんのエッセンシャルのね、あのライブ配信があったんですね。そこでね大喜利してびっくりじゃないわ。でも待って、私さすがじゃない、私だって短い髪には、いやもう、はあ、さすがリーダーって感じ申し訳ないよ、ちゃんとしてたの。ルンタッタールンタッタ、クリスマスランデブーでしょ。もうハエミューだけだよ。まとめなの。でもね、私もね最初本当は何しようかなって思ったんや。え、待って、どうしよう、だってピンって思い浮かんだのがミミミしかなかったんよ。よかった、ミミミにせんでと思ったん。ミミミにしたらもうねやばいことだすの。きっと2人はまあ面白おかしくというか、まあちゃんとあの書きつつちょっと面白い感じにしてくるかなって思った。だから私はちょっともうそういう感じで、あのボケるというか、まああのちょっとバカになろうかなって思ったんだけども、いやでもやっぱちょっとね、花王様からのありがたいお仕事だったのでちょっと、うん、ここはちょっとしっかりしとこうかと思って、うん、
でやったらまさかみんなボケると思ってなかったから、私の中では2人とも別にボケないと思ったから、いやボケるというか、あのまあ沖ちゃんはなんかちょっとやってくるだろうなと思ったけど、ふーとかは普通になんか言ってくるやんなとか思っとったら、もうガンガンにふーが一番やばかったから、えぇ、ー、ってなった。ね、大阪の血がさすがや、関西の血がね、まあ、関西の血って言ったら私もまあ、まあ、あ、あ、私入らないに入るのか。見て、まんぱらしいよ、私マカロン作りたい。マカロン作れたら女じゃない。じゃん、これラストなんだけど、これしかない。こんな黒いのなんだと思うでしょ、これね、イカスミよ。うん、マカロン好き。うんね、ダメ、真っ黒じゃん、なんだろうって話を。おダメマカロン、マニアです。バニラでした。甘い、美味しい。うん、私ねフランボワーズとかも、フロマージュも好きだよね。なんかレアチーズケーキ、あ、え、ち、あ、お？の飽きてではなくスネピそうだったの、なんかわからんくて。ピスタチオのマカロンが好きです。え、私もピスタチオしか買ったんだけど。なんかマカロンのパフェとかないんかな。めっちゃそれあったら絶対食べるんだけど私。なんか入ってるものが飾るトッピングとかも結構マカロンとか、まあ、中は普通にまあ生クリームとアイスとか、ね、で下のなんかコーンフレークのところはまあコーンフレーク入れといてほしいけど、マカロンのこのサクサクのところも入れてみ、入れてほしい。まあでもなんか入れたとてなんかアイスが溶き始めたらまあなんかへにゃへにゃになるだろうけど、まあたまについてるあのパフェにね。でもなんかマカロンパフェ食べたい、ないんかな、ちょっとみんな調べて。今度作ろうかな。ね、自分で作れるでしょ、だって食べたい、食べたく、食べたい。うん、コーンフレークとマカロン砕いたの入れて生クリーム入れて、うん、生クリーム入れてなんかマッチョコソースかけてみたいな、ね、アイスのけてでトッピングマーのホイップクリームでちょっとやったりマカロンぶっ刺したりしたらいけるやん。マカロンはマカロンで食べたい人、あーやっぱ単体でね、まあ、マカロンに限らずよね、でも単体でちょっと食べたい人って感じ。
カロリーがそんなこと考えなくていいんだよ。美味しいものを食べるときは美味しいって気持ちだけで食べないと。君の愛馬が マカロンがタワーみたいになってるパフェがあるみたい。おーどこ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 昨日見つけたの TikTok。 あ、ほんと？ティ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 みたいな。ラブのストーリーに参加したりして、あの子に指導出させてくれ。昨日撮ったよ私 TikTok 3本。マッチポーズ昨日もしましたね。え？新書で、あー全然家帰って撮ってました、ごめんなさい下書きの全部ね、めっちゃあるんだけどさ、なんかもうなんか時期過ぎちゃってからさ、もうなんかあげてもなーみたいな。サヤが独り言の振りで爆笑した。なんどこ？どこやろ？ミッキー。あ？ミッキーだよ。ちょっとなんか、うん、なんだろう。ちょっと太った。太った声してたね今ミッキー。ユニバのキャラクターは何でしょうか。ユニバといえば、ユニバといえばユニバのキャラクター。え、いいな、この動画で調べたい、見調べたい。ガンダム。え、ガンダムなんかあったっけ。嘘。いや、また黄色いやつも分かっとらんし。ミニオンね。ドムジェリ、いやいや、待て待て。ないよ、そんなの。なったことない。あ、いた、え、嬉しい。ピンクのウサギ。え、そんなんいたっけ。ピンクパンサーじゃなくて。ターミネーター。まあ、あるけどね。デデンデンデデン。ディディンディンディディンディディー。あ、嬉しい。そう、ウッドペッカーですよ、本当は。ウッディー、ウッドペッカーです。あの赤い、赤いやつです。白いやつでしょ。どれどれのこと、どれだろう。ジョース？うんうん。そう、うん。もうね、これ全然ね、マジでもう知られてないというか、もうなんかもうユニバイコールミニオンとかエルモとか、もうねそういう
感じになっちゃうよね。違うウッドペッカーがおるんや、公式やえ私もウッドペッカー好きなんですよ。ウッドペッカーはね、いつどまあなんかよくその辺にいるその辺によってあのなんかウッディと一緒におる。いつもペッカーだけは覚えとったようです。いや分からん、ウッドペッカーの鳴き声とか知らないんやけど、どうしたらいい。ハラさん入ったらありがとう。任務検定とか、いや多分無理、もうもっとすごいから。すごい人はもっとすごいから。うん、確かにバタービールってアルコール入ってないもんね。しかもさ、なんかバタービール買うときさ、バタービールかっこノンアルコールって書いてるのよ。ね、かっこノンアルコールって、え、アルコールもあるみたいなちょっと一回思うよね。ないんだけどね。難しい。家族みんなで初めてユニバに行った時を今思い出した。上手になったと思い出があります。私が顔にペイントしてて、ハリドリに乗れなかったっていう思い出もあるよ。身長が足りなくてハリドリに乗れなかった。お父さんも酔っちゃうから、お父さんとお留守番してた思い出もある。ちっちゃい頃ってさ、顔にペイントが、ペイントしてたよね。ペイントしてもらってた。なんかペイントするところがあるやん。でもさ、今はさ、もう多分全然やってないだろうけど、コロナでね、ペイントできるところがあった、としてました。なんかシンデレラみたいな色のやつやった。「くだらない話は思いつくのに、君を抱きしめていい理由だけが見つからない」「ああそうか、そうだよな」「ハッピーバースデー傾いぬ俺」「ハッピーバースデー」このね、片思いの俺をね、俺の片思いまあどっちも馴染みみたいな2日目休みあるの、何するの。またゆっぽんさんルームありがとうございます。室内ね、バックナンバーさんハッピーバースデーです。この曲ちゃんと僕を見てて、やもっとちゃんとって、その言葉が君には重かったの。もっとちゃんと僕を見てて、や
本日のご予定は、本日のご予定はお昼ぐらいにちょっと出かける用事があります。でもそれぐらいですね。パンされそう。大丈夫、私パンされないから。無敵マン。え、なんか事故ったっけ一回。え、何？え？え？でも今月でなくなるよ。うん。これが。体操着に見えた。え、もうそれはそうだよ。だって体操服だもん、した。中学校の体操服今緊急事態宣言が終わらんって。まあそりゃそうよね。そんな緊急事態宣言発令されてるのに出るわけないやん、出るわけないやんって。オープンするわけないよね、そりゃ。中身はどうぞ。これでお話かい？これでいいの？なんで？わあ！僕の体操着、そしてダサいメリキュット。チルリズ。ストレートドキドキする視線はまるでレーザービーム。心を何これ突き刺すな虹ならラブビームラブゲームラブビームか。うめちゃめちゃ懐かしい曲。メディキュット、あ、メディキュットね。キュです、キュ。家から話しかえだよね。私もね、家から話しかしたいよ。なんかね、私もなんかさ、もなんかいろいろネタがあるじゃん、家にあったらさ、ね、チョコレートですか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 、ですか、かか。いやー、確かに神楽のお面めっちゃ使えそう。へそぴ？いや、ちょっと開いてないですね、さすがに。さすがに、てか逆に開けたいとは、開けれないわ、私は多分怖くて。私は耳以外ちょっと怖いですね、全部開けるの無理ですね。なんかスタピーとかあるじゃん、そうもわわって感じ。うん、ちょっと絶対に私はできないだろうって思っております。大丈夫、絶対しないから。そう、あのセラミあるじゃないですか。でセラミで血を吸いのインタビューのシーンがあるじゃん。でさ、なんか
て、のなさん、いやそこまだまだマシでしたよみたいな、もうライブ始まってからがもうねってついに言われて、私がうんっていうところがあるんですよ。でもさ、そこがさ、あのセリフで書いてたら「ははっ!」「てん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 うん」って書いてるの。そうミッキーが入るよたまに。いやたまに、まあでもあの本番は別に出さないんだけど、なんか前の稽古の時とか「ははっ!」「うん!」とか言ってやってたことがありました。もうこんなん絶対ミッキーやんとか思いながら思ったっけ、そう、ははっ、うんってそうやりましたね。はい、皆さんこんにちは。はい、アミティツアーへようこそ。本日のツアーを担当させていただきます門脇と申します。最後までよろしくお願いします。 ありがとうございます、ありがとうございます。皆さん知っていましたか、1975年。巨大な丸が人々を襲うという事件がありました。今もですね、このようにライフル積んであるんですけど、まあこんなこと使うことありません。チャラ男チャラチャラだった。ライフル、あの撃つシーンとか、あーやったー、あらやったー。そう、上手ですか。お、なんか何か使うことあり、あ、ちょっとなんかね、あ、どうした。もう信号ごめん。あのあれじゃん、このウォーターズに避難しましょう。あそこならもう大丈夫。こういう人もいるよね。誰かいませんか。門脇さんだから、門脇さんだからね。そうそう、キャストさんによって癖が違うのがね、そうおもろいんですよ、それを見るの。動けこのポンコスが、カシャカシャカシャって言ってる。そう、大津さんもだってな、めっちゃなったもん。上手6周とかしてたから、6ループ。そうなんや、そう、オリジナルのセリフとかあるからね、その人によって基本的なセリフがあるけど、そこでプラスしてる人もいる。
なんかベテランさんはあの火がブワーってなるところあるじゃん。あそこのところ本当はめっちゃネタバレです。あの本当はサメがこっち側に出てくるのね。こっち側からバッて出てくるんだけど、でもベテランさんはなんか一回こっちに気をそらすというか、なんかさあどこだって言って、こっちを見るんですよ。だからミイラちゃんもこっちを向くじゃん。でそれ急にこっちからバーってサメが出てくるっていう風にやってたりするんですよ。そこがなんかすごいなって、フリーというか。ペイント、そこがさすがだなって思いました。さすがベテランさん。しかもなんかベテランさん結構声大きいからね。ね、そう、一回すごいクルーさんがいて、なんかさっきの大きなお魚さんの話、あの話は内緒でお願いしますねみたいな、でなんかこうやってしてたの最初、こうやって、ああもうだんだん声が立ってこなきゃ誰も来なくなっちゃうから、秘密で今度小指だだんだん手がね、こうからこうからこうなっちゃう。何これこれは何みたいな、小指だけ最後小指ちょっとそクソクソが癖がめっちゃ強かったですね。誰だっけなちょっと誰だっけ、また行った時に会えるかな。そうね、私小指短いっけさ、もうちょっとここからもうこれ使おうかな。皆さん内緒ね、そういうの、そういう楽しみ方とかもあるけ、なんか秋になって思ったテーマパーク。そっちゃんハットありがとう。ゆきだよ、本当にあのおもこいのさセリフでさ、ちょっとあの振りでさトントンでここで手結ぶのがあるんだけど、もうなんか全然結ぶだもん、たまに。いやほんまそれ、ユニバといえば大阪ラバー、曲長さもいつも新大阪駅まで迎えに来てくれたあなたを見たら背負い投げはい、では皆さん、ちょっと私の配信はね7時になってしまったので終わろうかなと思います。皆さん最後まで配信見てくださってありがとうございました。ちょっとアミティツアーにご参加いただきありがとうございました。と13位トッソン、12位ガッキー、31位マックスココシモン、30位シンくん、9位ヤコボコさん、8位がハラさんかな、ハタ、7位ナンナンさん、6位ユーポーくん、5位ユッサン、よいしまかぜさん、そして第3位がポンタン、ありがとうございます。第2位がシクラオジンさん、そして今日の第1位がモンさんです。ありがとうございます。配信を見てくれてみんなありがとうございました。またいつでも配信をしてるのでいつでも配信はしてないですけど、朝6時半からいつも配信しているので、ぜひよかったら皆さんもこれからも見に来てくれたら嬉しいです。皆さんありがとうございました。またねー。
バイバイ。